こんにちは、さゆたかさん、はい。まあ、オリンピックは終わりましたけれども、今高校野球がね、ちょうど真っ只中、はい、熱いね、戦い、熱戦が繰り広げられてますけれども、やっぱ昼間にやるとさ、はい、足つるね、みんな。やっぱあのね、脱水とかちょっと水分とか熱中症気味になってしまったりとか、まあいろいろ今大会は午前午後のその一部制二部制だったりとか、7イニング制の検討なんていう風なのも言われてましたけれども、あと飛ばないそのバットが、木製バットとかね、に変わってから今大会1号出たのもちょっと遅かったですし、で、まあ、そんな中、まあ、豊さん、はい、あの母校というか地元の応援とかはされてたりしたんですか？もう全然、まあ、出なかったからさ、はい、で負けたその高校を応援してたけど、はい、負けちゃったよね、すぐだったんですね。まあしょうがないけどね。まあまあそうですね、こうトーナメント制なのでやっぱり一回勝負っていうところがあると思うんですけれども、まあそうだな、今大会でもやっぱりこの秋と、ね、ドラフトに注目って言われていたり、はい、あと注目されてなかったんだけれども、こんないい選手いたんだっていう発見もあったと思うんですけど、いやーまあ随所にね、はい、切り取りで言えば、うん、ああすごいなとか、はい、そうやって思わせてくれるような、うん、そういう選手はいたよね、はい。まずその中でも、まあ、何名か今日豊さんちょっとピックアップしてくださるんですけれども、はい、まずは、はい、双日の宇野君、はい、ショート、はい、うん、木製バットでさ、はい、打ってるけど、はい、まあ、やっぱいいセンスをしてるな、うんうん、やっぱ動き方とか、はい、体のこなしとかがやっぱセンスに満ち溢れてるというか、うんうん、まあ、そんな感じがするよね、はい。まあ、バッティングの方がすごく目立ってたけど、うん、やっぱいいな、走攻守、やっぱりその本人は走塁も守備もできるっていうのが強みですっていうことも、そう、はい、まあ、1回戦目活躍して3本打ってるんだけどさ、はい、出来はって言ったら 80% みたいな、うん、もう欲深いなみたいなすごいですよね、うん、なんかオーラを感じるというかさ、はい、センスというか、うん、まあ、そういう選手だね。そうですね、うん、あの現在の打率だから6割になっているので、まあそうだな、はい、ちょっとねバッティングではね、体の変化が少し早いことは早いんだよ、うん、だからそこさえ修正できれば、はい、ホームランがね、うん、もっと出てくるとか、はい、長打が増して出てくるとか、うん、なんかそんな感じがするけども、まあ荒削りな部分もあるけども、はい、まあセンスがいいな、うん、そのショートとしてのその守りだったり、あと走るっていう意味では足も使えるから、うん、よく内野でも足が動いてるよ、はい、いい内野手にもなってくるだろうなというふうには思う、うん、去年の秋の大会後からその振り込んできたバットが85センチ880グラムの木製バットということで、はいはい、こういうあたりも今の高校生っていうのは本格的というか、いやだからもうプロ仕様だよなそうですよね、まあまあでもプロが軽いバット使ってるからね、うんうん、で高校生でも使えるようなバット使ってるから、はい、まあそういうふうなバットを使ってるんだろうけども、うん、真に捉える能力も高いから、はい、まあ、折れたりとかしないだろうね。そうなんですね。続いては花咲徳栄の、はい、石塚君、これもショートなんだよ、はい、やっぱこの子もやっぱセンスがいいな、うんうんうん、足も速いわ、はい、走行して、そうですね、そうそうそう、だから宇野君とよく似てるけども、はい、体が大きいな、うん、体ができてるというかさ、はい、そんな感じがするよ、うん、やっぱドラフト候補生だな。そうなんです、もう現に阪神のスカウトの方が目をつけていらっしゃいまして、やっぱり走行守揃っていると改めて評価ということ でこの石塚選手は監督と相談してからですけど、プロに行ってやりたい気持ちが強いというふうにプロ志望届を出すんじゃないかなというふうにも言われてますね。細かいこと言えばグラブの使い方っていうのは、まあ、こういうふうな使い方をしていくんだけども、はい、そこら辺が少し楽をしているというかさ、うん、安全に行き過ぎているというか、はい、まあ、そういうところはちょっと目につくところがあるんだけども、うん、まあ他は何か言うことないな。そうですよね、だって18歳でしょ、はい、まあ、17歳かもわからんし、うん、まあ、それでこれだけのプレーができるっていうのは、はい、そうそうたるものがある、ね、そうですよね。小学校6年時には千葉ロッテマリーンズジュニアに選出されて、はい、でさらに花咲徳栄ではもう1年秋に最初サードのレギュラー、そして2年春から正式にショートということで、もう1年から肩も強いからな、体がやっぱりいいよな、うん、だからそのままこう体幹鍛えていって、はい、故障をしないような体を作ると、うん、プロで体制しそうな
感じはするよ。なんか昔で言うと例えばショートセカンドっていうとやっぱりちょっと小柄なで機敏な選手っていうイメージだったんですけど、まあ、181cm ですし大柄な、まあ、181cm だったら大丈夫だよ。まだ大丈夫だから坂本勇人が86ぐらいある。そうですよね。大きいそのショートとか内野手の方って最近多いんですか？まあ、全体的な平均身長が伸びてるからじゃない。あ、そうか。だからでかくはなってるんだよね。そうか。まあ、でも身のこなしなんかもう全然大きさ感じないし、はい、機敏に動いてるし、うん、もう全然大丈夫だよ。今年の秋のドラフトのちょっと目玉になりそうですね。まあ、なるそう。まあ明治の宗山とかね、はい、ありますね。同じショートでいるけど、はい、まあみんな内野手は欲しいと思うんだよ、はい、人気になるだろうなと思う、ね、そうですね。実際にもう現にねスカウト陣こうやって見に行ってるわけですもんね。続いてはね、はい、富山商業の釣り、はい、あ、はい、釣り選手、まあ本当はセカンドなんだけども、はい、ショートの子がピッチャーに入った時にショートに回されたんだよ、はい、体はねそんなに大きくないと思うんだけど、うん、パッと見てショートのボールセンター寄りのボールをさばいた時に、はい、この子はやっぱこうボールに対してのスタートが素晴らしいなと思って、うん、だそれなりの感覚は持ってるなと思って、はい、バッティングはねその富山商業で9番がなんか打ってるんだよ、うん、だからバッティングっていうのが、まあ、そんなにうまく打ててないんだろうけども、はい、でも守備だけ考えると使えるな、はい、小坂はバッティングもあれだったけどロッテの小坂みたいな、カーンって言ったらもう小坂が守ってる。はいはいはい、はい、いやそのぐらいやっぱこう打球に反応がいいというか、まあ、ちょっと目についたね。あ、そうなんです。やっぱり豊さん内野手出身だと内野の守備とかそういったところに目がいったり走塁だったりとか、まあ、大体感覚的にはねカーンって打ってセンターに飛ぶどのぐらいのタイミングでボールに入ってくるかなって、まあ、守備位置ももちろんあるんだろうけども、はい、釣りが早かったんだよ。うーん、どこに守ってたのかなってスローが出たんだけど、はい、そんな普通のところに守っていて、うん、でやっぱ打球の反応がいいというね、はい、すごく面白いなと思って見たけど。あ、そうだったんですね、うん、じゃあ豊さん今大会でもともと注目してたというよりからはちょっとテレビで見てたまたま入ってきた選手だったってことですよね。この選手セカンドもショートもできるんだと。あ、じゃああれじゃないのってプロで下手くそな内野手がたくさんできてからあれじゃないの、プロで守備要員で、ね、飯食っていける。うまかったらね。そうですよね、反応が良ければ。まあ、ただ富山商業も、まあね、東海大相模に負けてしまったんですよね、まあまあまあ、その時ねなのでね、ちょっともう一回見るチャンスがあればねさらに良かったのかなと、まあ、まあ、思いますけど、なんか YouTube とか動画上がってたら見たいですね。釣り、うん、見てみてよ。見てみます、見てみます。まだ他にもいるんですよね、まあ、あの大社高校、はい、あ、高梨、はい、大社高校はね、名門破ってそうなんですよね。それが初回だったかな、はい、ヒット打って一塁から走って、はい、サードに行ったんだよ、うん、でその帰ってきたボールが野手の足かなんかに当たって、はい、マウンドと三塁の間ぐらいにボールが転々としたんだよ、転がったの、はい、それを見てサードが取りに行ったんだよ、うん、その後ろ追っかけていってホームインしたんだよ。これは非常に状況を見てないとできないし、はい、一瞬でもひるむとできないんだよ、うん、でもひるむことなくスタート切ってきてホームインしたんだけど、はいはい、うわーこれでいけるんだと思って。ボールがホームの方向に転がってるからね、普通はいけないです、まあ、いけないと思うんだよ高校生じゃ、うん、いやだけどそこを起点よく走塁仕掛けたなと思って、はい、それが2点目のホームインになったんだけど、はい、あのセンスはいいセンスしてんなと思って。たまたまかも分からない。そういうってたまたまなことあるから。あ、そうなんですね。いやだけどあれが日常的にああいう隙をついたりだとか、うんうん、できるんだったらダイソーで使えるダイソーさっきは守備ね、守備でゴンがダイソーで。だって分かんないじゃん、まあ、バッティングはね、どうなる、まあうね、あんまりね、そんなに深く見てないから、うん、でもあの一瞬見たとき、あ、この子のやっぱセンス、走塁センス、うん、まあいいものがあるなっていうのは思ったよね。やっぱりどうしても前評判を報徳に行ってたので、ね、大社高校ってそういう野球を例えば徹底してたりとか。いやそうそうそう、ね、まあ、監督によってはね、そうですよね。あのかつて上宮が、はい、走塁練習で元木とか種田っていう選手を相当鍛えたって、はい、だから元木なんていうのはプロに入っても、うん、プロで使える走塁を盛んにやってたけどもね、はい、それは元をたどると高校の時からだって聞いたから、はい、大社高校もそういう練習をしてるのかな。そうですね、やっぱりね高校野球を携わると走塁でなんとかなりそうだなっていうことも感じる。うん、それ打ったりとか大エースがいたりだとかすることはそれは一番簡単でいいよ、うん、
でも平均的なチームであれば、はい、やっぱ走塁を鍛えるとか、うん、そうなってくるとやっぱこうそんなに負けないな、うんうん、いい勝負しだすな。そうなんです、ね、だから大社高校なんか、うん、報徳か破ったけど、はい、やっぱそういう とこじゃないの。あの1点大きかったもん。そうですね、あそこで止まってたら点が入らなかったかわからないし、うん、でもそれを見て瞬時にサードが走り始めた瞬間からこう一緒に走ってきたからね。あ、いいセンスしてるなと思って。おさあそして最後ですけれども、はい、もうねこの選手はね、まあ、東海大相模の、はい、あの藤田、はい、ピッチャーですね、198センチ、はい、いやお前2メートルあるでしょみたいな、はい、まあナックルカーブは投げる、はいね、チェンジアップは投げる、うん、もう両サイドにこう落とせるみたいな、すごいですね、プロですね。あ、だからあれがやっぱ体幹をもっと強くなって鍛えたら、うん、はい、相当なピッチャーになると思う俺は。試合では7回毎回の13奪三振の無失点ということで、ちょっと異次元ですかね。まあ、異次元というか、まあ、でも神奈川県の、ね、はい、上位のチームと戦った時には、うん、打たれただとかね、はい、まあ、するケースもあったけど、でもこれから将来的にはあの体で体幹鍛えて、うん、まあ、しっかりした体ができれば、はい、それメジャー級だな。あ、もうそうだよ、いけるいける。で器用そうだもん。ここでナックカーブ投げるの普通はないですからね。ふざけんなよと思うよね普通は考えられないですけどね。いやでもいいセンスしてるよ。ご両親かながもともとバレーボールの選手でアタッカーだったそうで、なのでやっぱ高身長のには恵まれているのかなっていうところと、あとすでに巨人のミスのスカウト部長のコメントも出ていて、でかくてストレートもしっかりくると、左投手の高校生候補として素晴らしい投手だと思いますけど、ね、いや素晴らしいよまあ確かにね、夏 あの過酷なところで投げてるから、はい、まあ、何が起こるかわからないけども、素材としたらもう抜群だな。今3年生ですけど、まあ、秋ドラフト例えばかかって来年もうすぐ1軍でデビューっていうこともできるピッチャーなんですか。まあ、そうだな。だからまあその夏の大会終わってから多分彼は忙しくなるよ。いやいや、そりゃそうよ、うん、なんか海外遠征とかオールジャパンに入って、そうか、で国体もあるし多分このまま行けば、はいはい、休める時間がない。そうですね、それをもう辞退して、時代って言ったらいけないから、そうですね、まあ、遠慮してる、譲ってもいいよね。いやそれで体幹を鍛える、うん、インナーマッスル鍛える、うん、そうなってくるとプロのキャンプまでに5ヶ月ぐらいあるでしょ。体がやっぱ高校の時よりよ、うん、変わってくる、来てる、はい、そうなってくるともっと速い球も投げてるし、ビュンビュンじゃないビュンビュン風じゃないビュン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 。いやだから、まあ、森藤が言うように、まあ、1年目から楽しみな選手になるかも分からない、はい。でこれまあ、東海大相模ということもあって、やっぱり巨人が、いやそりゃ上がらないよお前、1位指名しますかね。まあ、原監督だったら1位指名したかもわからんけど、わからんよそれ。まあ、今阿部監督でも他のやっぱり球団も取りに、いや当たり前だよ、あの素材だもん。そうか、でましてや左手でかいって、はい、鬼に金棒だよ。そうですよね、まあ、ドラフトナンバーワンというか注目選手ですね今大会の。まあそうだな、うん、まあでもやっぱこうキラッと光る子はいるね。ね、まだまだこの試合は続くので、豊さんがたまたま見た試合でこの子いいなと思う選手が出てくる可能性っていうのは十分ありますか。いやその誰だったか名前忘れちゃうんだよね最近。左ピッチャーで4番の左のエースの子だったんだよね。あ、岡田君か、最終打席かなんかにスライダーを拾ってセンター前に持ってったんだよ、うん、できないよ、普通あ、そうなんですか。いやだからあの子もいいセンスしてるよ。へ、監督の指示ではまっすぐ狙いだと、うん、変化球は追っかけんなと、でも追い込まれてどうするかなと思ったらスライダーをもうたまたまじゃないんだよ、やっぱ彼はあれができるんだろうなっていうバッティングしてたから、うん、はい、やっぱり非凡なものを感じたよね。へー、そうなんですね、すごい。今挙げた中で大学に進学っていう子も多分いるかとは思うんですけど、うん、即こうドラフトにかかりそうな、まあ、宇野くんは早稲田行くね、うん、あ、そうでしょうね、きっと。あ、慌てることはないと思う、当日ですか。もうもうそうそう、清宮選手は大学行かなかったんですよ。でも清宮はさ、うん、今思うと、うん、半端ない素質だったな、うん、いやいや今そうですよね。やっぱ彼はすごいよ、うん、なんで遠回りしたのかなと思うけど。ですよ、まあでも宇野くんは大学行ってほしいな、うんうん、大学行ってから、大学行ってからでもいいと思うよ、うん、俺は。そうですね、うん、花咲徳栄の石塚は
選手は。そうだな、その宇野をライバルとすれば、うん、慶応か、うん、明治か入って総慶戦が、いや宗山が出るから。あ、明治だ、明治、ね、そうかそうか、ポジション空く。いやだから、まあそこを、ああ、狙う。いやいや、大学から入ったら金が違うから。そうですね、高卒、そうですよね。富山商業の釣り選手は大学の大学で、守備磨く、守備磨く。バッティングちょっと、なんとかならんのかね。なんとかなりそうな感じがするけどね、あれだけ、うん、あの守備のセンスがあるんだったら。でも、守備がいいところだと、大学だとどこら辺か、こう守備で釣り選手なんかね、どこですか、ね、まあ中央は無理だ。中央は、まあ、打つ方ですもんね。まあ、国学院だ。アジアとか国学院、国学院、国学院、まあ、アジアもいいけどな。アジアもいいですよね。やっぱ釣り君のタイプ、うん、ちょっと富山っていうこと考えると、うん、国学院なんで。ちょっと自由、ちょっと自由。そうそうそう。なるほど。最初の高梨選手はどうですかね。あの走塁、うん、どこ大学向きなんですかね。まあ、大学かな、そしたら。富山、そうなんですか、富山商業。47歳。若っ。あれ、中央やってんのみたいな。あ、そうなんですね。あ、そうそうそう。じゃあ中央とね、パイプだってあるでしょ。ただね、富山商業はよく鍛えられてたの、守備は。あ、そうなんですね。え、中央なのに。おかしい。路線から外れてたもん、あいつ。そうでしょうね、きっと。いや、そしたら中央来るかも、釣り。あ、そうですね。か、ダメだったら告白、もう許してやる。なるほど、わかりました。最初の高梨選手は、なあ、走塁な、うん、ああいうセンスっていうのは青学かなって思う。青学とかアジアとかね。アジアで鍛えられて、もうあの、なんていうの、卒がない。はいはいはい。ただ大社だからな。島根ですよね。だから、うん、島根だからちょっと厳しいのは慣れてないかもしれない。どうなんだ、のんびりね。まあのんびりでもないけどな。まあだけどそこら辺で鍛えられるといいかも。そうですよね。東海大相模の藤田投手です。即プロですかね、やっぱり。まあ即プロだな、うん、プロでやっぱ東がいる、 DeNA がいる。え、ベイスターズ、あそこはね、うん、左ピッチャー、いいピッチャーいるでしょ、はい。まあ、いいピッチャーって藤田ぐらい、あの東ぐらいか今は、はい、うんうん、まあ、そこら辺で話を聞くといいかもかな。なるほど。で、あの神奈川ですし、相模だから、そうそうそう、ほぼ地元みたいな感じですもんね。ただ巨人も杉内と宇都宮が、はい、両方左ピッチャーがコーチなんだよね。そうなんですよ。いや、それだったらチャンスはある。あ、どうしても東海大相模っていうと、東海大っていうと本当に巨人ラインが、そら原監督がそうだった、ね、そう思いついちゃうんですよね。そんなもう取っ払ってる。あ、でもベイスターズ行ったらやっぱり重宝されるというか。でもヤクルトとか行って立て直してほしいですか。奥川藤田って二枚看板、右と左だって。人気出ますね。でもなんか関東の子っていう感じがするけどな。まあ、そうですね。なのでね、ヤクルトだったりとかベイスターズ、巨人あたりなのかなっていう。まあ、そう、新之助が今ね、あ、東海大相模から中日行って、バンテリンガを味方につけたら、あの耳かそらもう打てないな。ですよね。高校1年間投げちゃう。高校1年だよ。いや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 、どんな飛び級ですか。卒業してからすぐ投げちゃう。すぐ投げちゃう。本人はね、心の中で意中のね、なんかあるのかなとか、チームが。どこ出身なのかね。神奈川出身なのかね。湘南ボーイズだからやっぱり神奈川は藤沢出身です。そうでしょ。ただやっぱすごいですね、各スカウトがもうコメントしていて、先ほどあの巨人の水野スカウト本部長でしたけれども、楽天のあのスカウト部長もスライダーが切れていていい、あれだけ身長あるとやっぱり打者からしたら怖いですよね。それからヤクルトの小川 GM も、直球のスピードも出てたし、緩い変化球で緩急使えていた、これからまだまだ良くなるという魅力を感じたと。いや、めちゃくちゃ良くなると思う。あと DeNA のスカウトも行ってますもん。栗山英樹さんもそうですね。みんなこぞって行ってますね。いや、いいよ、魅力あるもん。でも俺はあんまりピッチャーのことは分かんないけど、はい、藤田は分かる。藤田は分かる。もういい、いい。ただ内野手としては宇野とか石塚とか、うんうんうん、まあ守備だけで釣りとか。で、足だと高梨とか。まあ、あのセンスね。センス、はい、足が速いかどうかは実際わからないけど、うん、あのやっぱこう走塁のセンスというのは変えるな、うん、
まあ、これからもちょっと見ていくけどね。そうですね、また新たな選手が出てきたら、はい、ちょっと豊さんに解説とピックアップ、ね、していただきたいなと思いますけれども、はい、ね、今年は結構ね、強豪校が例えば敗れてしまったりとか、まあ、あと順調に当たると広陵が東海大相模と、これのピッチャーいいですかね、当たったりとか、実質的だこれなんかね、決定戦じゃないかみたいなところとか、広陵のピッチャー、はい、まああの子はもうずっと4回連続で出てるから、うん、もう最後ピンチになった時知ってる、インサイドに146キロだよ、インサイドにマシー言うて100投げられますね、なんか1ミリも狂ってないみたいな、それもうプロの誰かよりすごいですよね、もうすごい、いやそれで次のバッターも左バッターでね、はい、ポンポンと追い込んで外に流れるような多分フォークだと思うんだけど打てない、あれじゃ打っちゃうよ絶対に、そうなんですね、そう、ただあの立ち上がりは悪いんだよな、広陵のピッチャー、あ、そうなんです、あ、尻上がりってちょっとのらりくらりくんだよ、あ、だから最初からピーンといっとかないと、うん、パカーンってやられる、そうですよね、相手もいいピッチャーなので、そう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 、抑えられちゃいますしね、バッターで藤田は多分抜かないと思う、4回出てる余裕と、うん、藤田は今回初めてでしょ、うん、その違いはある、だけど経験が邪魔するときあるからね、うん、余裕をかますと、かまさんか、相模じゃ、いや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 、あのピッチャー見てたらまあそうでしょうね、確かに、まあでも面白い試合になると思う、そうですね、はい、じゃあまたちょっと豊さん、ぜひピックアップやってください、はい。